どうも、コマでーす。ギルティーアーストライブやっていきましょう。いやー、このゲームまだ発売されてないんですけどね。ベータ版が出たということで。それでね、今回対戦やっていきたいと思います。で、今の僕の実力なんですけど、この左のタワーわかりますかね ?1 回、2回、3回、4回、5回ってあるんですけど、今僕この5回の実力なんですよ。なんかゲームやって対戦していって上手くなるほど、このタワーのね、何回かって上がっていくんやけど、まあ5回ってのはそんな全然強くないんですよね。普通にやったらなんか3回ぐらいからスタートして、まあまあ、最低限なんかコンボできる人らが4回5回いると思う。まあそんなレベルです、僕は。打倒サラビさんということで頑張っていきましょう。はい、5回やっていきます。はい、じゃあメイ VS カイキスク。僕がカイっすね。さあやっていきましょう。メイちゃんなんかちょっと太ったよね、前作と比べて。うわー、いたたた。ちょっと女性に対して失礼なこと言ってしまったから、殴られちまった。ウェイ、僕はもう遠距離でこそこそ雷打ってるよ。メイちゃん、近づいてこないで、僕に。はい、あかんわ。あー、もう近づくしかねえ。はい。はい、はい。たたたたた。はい、はい。あー、コマンドミスしちゃうんですよね。ああ、まずい。はい、かわいい。まあまあ、所詮はね、花持たせてあげますよ、めいちゃんに。怖い怖い怖い。来ないで来ないで、めいちゃん。僕も遠距離でこすってるんで。あ、知らん。怖い怖い怖い。ああ、危ねえ。前作で見たことあるから対応できたわ。はい。うまいこといけねえ、めいちゃん。縄取れちゃうねんぞ。くっそ、ミスった。めっちゃ昇竜出そうとしたのに出えへんだ。かわいい。まあまあまあ、ちょっと待って、真剣やるわ。なんか喋ろうとして、いつも実力出えへんた気する。こんな実力じゃないんですよ、僕は。痛い。このふざけやがってよ。もうあと一撃やから、甘え昇竜でいきたいけど。はい、初心者やりがちなやつね。オッケー。このラウンド取りたいな。はい、いいね。はい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 。調子でいった気がする。それと向こうが調子悪くやったのかわからないけど。はい、じゃあな。あ、まだガード間に合うんか今の。完全僕隙ありと思ってゲージ技打ったんやけど。今まで決めたかった。はい、さよなら。ゲージがあるととりあえずぶっ放してしまうんです。はい、イケメン、まるで小村さんのようと。まあこんな感じでね、戦ってってランク上げていくんですけどね。もう2時間ぐらいやってるけど全然上がらへんねんな、ランク。ついこいつと戦うか。ウサラビやん、名前なのかこれ。そう、俺こそが、はい、天上界の住民ウサラビ。僕が勝ったらもう下克上やん、5階の住民が。まあ小村君と戦うにあたって、はい、私が負けたら罰ゲームを設けようと思います、はい、その内容とは、はい、君の背負っている借金じゃないな、貸してるお金を、はい、俺が肩代わりするみたいな。え、30万払ってくれんの。勝つまで、まあ罰ゲームを設けた上で戦っていこうかなと。はい、じゃあな、まあ小村君は罰ゲームなしでよろしい。まあなぜかというと私が勝つからだ。なるほどね。そしてなぜ私が罰ゲームを背負うのか。呪術廻戦知ってる？読んだ？君から聞いた。言わんとしてることも分かったわ。そう、呪術廻戦は自分の能力を相手に教えることによって、はい、あえてリスクを負うことによってその能力値が上がるという、はい、まあ設定があるんですよ、はい、今俺はそれを実行したというわけだ。罰ゲームの開示、これで今俺のステータスは上がっているというわけだ。もう俺が万が一でも負ける要素なし。はい、ではかかってこい。はい、いきます。5回勝負。そう、5回戦ったうちにですね、5回戦の中で、そう、1回でも僕が勝てば僕が勝ちということで。そういうことだ。はい、見てください、この右の私のウォンテッドの
ね、この髪を。左の方がちょっと良くない、なんか雰囲気出てて。いやいや、行くぜ。名残雪高かった。攻め。いや、これガチでね、負けてらんない。レベル140、そんな高くないな。何が？レベル140。いや、お前、この、あの、よくあるお前、ナロー系だったら、お前、99レベルを超えるだろ、みたいな状況だから、俺は。もうこの時点で俺は強い。君はこの99レベルという限界値を超えれない状態。言うて僕の3倍の自己実力やろ、その程度やろ。はい。てかフィジカルがちゃうのこいつ。はい。この一瞬で僕のライフが3分の半分も減らされた。そしてグーさあ、名残雪はこの6ハイスラがなんか俺は肝のような気がする。はい。あー、ブロワット確定だと思いきや、あーち、それはあかん。覚醒で、かっこいい、ダメージ取っていく。シャカシャカ、これね、演出長くてちょっとダリーね。かっけー、初めてからステップからの、あー、なんでもないっす。あー、それダメよ。おー、なるほど、しっかりロマンキャンで足、うわ、投げー、ずうずうしい投げを通してくる。じゃあこれ負けてらんないからな、マジで。これね、ガード削りっていうのがあって、フォルトレスディフェンスっていう、はい、あボタン同時押しをね、あれね、することで、削りダメージを防ぐことができるんだけど、それやらないと削られちゃうんですね。はい、これね、喋りながら格ゲーするのめっちゃ難しいね。難しいよね。いマジで何も考えらんねー。多分いつも通りの、うわーい、ずうずうし投げしてこんじゃねーよ。ああ、難しい。はい。はい。はい。道長いから。怖いだろう、前に来るのが。さま。やべ、怖い。ようかかるな。投げて飯食ってくる。おお、暴れるところ。はい、やべ。何それ。当てめかね。おちょっとこれは俺のライフが助けて、うわー殺される。危ない、ちょっと怖い、えい、盛り上げ上手。あ、まあ初戦はね、勝たせていただいて、自己接待よな。一応ラウンド取っていく。まあまあね、我天井界ぞ、天井界の順あ、出て投げ暴れからの吸血。あ、なんか裏めくってる。はい、出て、あー、投げ通していく。ダメージがピンチ。コマ投げ、これはジャンプしてください。ちょっとバースト読みましたね、今は。バースト読んだんですけど、はい、ちょっと2人いるやんけ。よう、ミスからは動けね。もう削っちゃうよ、フォルトレスディフェンスは張ってくれな。いや、ガードはしねえ。飛んでかわして、さあ2本あと3本さあ、もう小丸くんは勝てるのかな。あー、腰痛い。まあなんすか、俺は今、はい、罰ゲームの開示を行っているからな。引っ張るな。まあ負けんだろうな、リスクを背負ってないものには。あー、吸血それやめてほしいな。はい、さらばかっこも長いやつ、長いやつ、シャカ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 。スーボイスラッシュ、テンション高いな。え嘘だろ。出て。やれ系かよ、お前。うわあ、あーっと危ないぞ、この中で。おー、あった、隠せよ。隠していって、バレバレ。はい、3本目。あー、しかし、死のうか、残る。けど、こっから俺の必勝。なげー。
これで数々の天上界の住民を葬ってきた。これは。あ、すいません。すいません。ちょっと集中してしまっている。どう？さあリーチが長い。ビビったか、俺のリーチの長さによ。あ、やべ、投げというわけでね、はい、これが天上界の強さ。なるほどね。残念だったな。もう一回やる。もう一回やる。あれ、何、もう一回やってもいいけど、レギュレーション違反じゃん。いや、もうこれいいから、遊ぶだけだから。あ、オッケーオッケーオッケー。うまい。これ技能磁力ね。これ技能磁力ね。なるほどね。怖かろう、前に出るのかな。前に出るのが怖かろうよ。あ、やめてた。勝てねえ、ラスト。OK。あ、もう11本もやったんか。あれ、やっぱゲームの治癒時間早いよな。なんか、モリッと入るから。そう。減りがずっと多くなったよね。やべ、ああ、やばい、1本取られちゃうよ。お前、バッ。危ない。ああ、うまい。やばい、やばい。あ、最後に取っちゃうよね。取られてしまった。排水の陣はやっぱ必要だったよ。許さねえ。殺してやる。今だかんの。ねえ、俺もびっくり。あ、やばい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 。爆発終了。はい、爆発。寒い。あ、やばいやばい、真面目にやられて、これ確定じゃない。あー、何やってんだ俺。あ、バカめがよ、死んだらせえ。クソリーチ。はい、発売日いつやったっけ。そう、このギルティギアのストライブ、あの新作が、はい、いや、ほんとね、いや、早く出てほしい。6月の11、はい、なんであと1ヶ月後。6月の11、誰か誕生日いいかな、 VTuber は。何をすんの。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。